じゃあ続きをやりましょう。で、石の神殿に行くとこだけど、まあニーヤの村もこの5年でいろいろ変わっててね。例えばこの噴水の前にいる女性、まあ、実況中に話しかけたことはなかったと思うけど、少年編の時はさ、この噴水の周りをいつも子供たちが走り回ってたんだよね。で、それを見てさ、まあこの人に話しかけると、子供たちは元気でいいわね、うふふみたいな、そういう感じのことを言ってたんですよ。それが今はこうですよ。あらあら、元気に走り回って、そんなに走ると転んじまうよまあ言ってる内容はそんなに変わってないんだけどね。まあ彼女の中では今でも走り回る子供たちが見えてるのかな。そっとしておいてやるべきだろう。その方がこの老女にとっては幸せである。いや、これ悲しいよな。ちょっとこれはまあ地味な変化なんだけど、こういう変化もありますね。で、まあやっぱりね、5年前とは違って、村の人に話しかけてもみんなどっか暗くてさ、まあ、基本的にポジティブな話をする人はいなくなったね。魔物がいつどこから侵入してくるか油断できない。うん、商店街の見回りも気を抜けなくなってしまったよ。まあこういう魔物が危険だっていう話をしてる人とか、あとは生活が苦しいって言ってる人が結構多いね。だから多分外で魔物がたくさん出るようになって、ちょっと交易とかも止まっちゃってんじゃないかなって感じだね。まあこれは予想だけど、うん、やっぱ物の流通とかも悪くなって、みんな経済的に苦しくなってる、そういう感じに見えるね。で、あ、こいつあいつじゃん赤いカバンの水路の仕事続けてたんだな。まあこの水路を使って石の神殿に行くんだけど、久しぶり。いや、久しぶり。僕のこと覚えてるかな。こっちのセリフだけどね大きく変わったのはニーヤの方だから。その赤いカバン、うん、まさか海岸の町の喧嘩夫婦の。カバン大事にしてんだな。ああ、久しぶりだな。あれからずっと水路の整備をしていたんだけどね。うん、仕事を辞めてなかったんだな。仕事を認められて船頭を任せてもらったのさいたわ、ポジティブな話するやつこんなとこにいたわ。すごいじゃないか、おめでとう。おめでとう。うん、やっぱり景気いいやつあんまいないからね、今は。ありがとう。5年前と違って。まあ忙しくなった分、妻との喧嘩は絶えないけどね。いや、こいつは幸せだな。あ、船に乗って、行きたい場所を言ってくれればそこまで連れて行くよ。うん、これで移動が便利になるんだよね。そう、海岸の町とか砂漠にも行けるようになって、で今行くのは石の神殿への裏道だ。行こう。石の神殿、シロが眠ってた場所の先に魔王の根城があるかもしれないっていう話だね。この洞窟の先に石の神殿があるよこいつエミールに対してなんか突っ込んだりしたのかな。そしてその先に魔王の城シロがいる時点であれだけど、行くぞ。行こう。基本浮遊してるしね、エミールエミール基本浮いてるんですよ。なんか歩くの楽そうでいいな。歩くのっていうか、歩いてすらないけど。よし、このパーティーで行こう。こちらな、石の神殿2回目。まあ前とは違うルートで潜入することになるけど、まあやっぱり道中は大きくカットすることになるのかな。うん、結局上まで登らなきゃいけないはずなので、前と同じで。ああ、でもなんかここあれだな、この神殿の周りって普通に、なんだろう、周りにあんの旧世界の廃墟だよね。でかいビルの廃墟って感じだけど、もともとこの辺都会だったんだね、旧世界では。そっか、こんな感じだったっけ。プレステ3版でもこうだったっけ、あんまり覚えてないけど。なんかね、ニーヤたちの生活圏にはこういう旧世界の痕跡全くないのにね。
あこの辺は残ってるのか。どうだろうな、なんとなくこういうことなんじゃないかなって予想はあるけど、合ってるか分かんないけどね。まあ、ニーヤたちの生活圏では意図的に旧世界の痕跡排除されてたんじゃないかな。この辺はあんまり人が来ない場所だから残っちゃってるっていうか、まあ、ちょっとその辺もたくさん後々話できたらいいと思うけど。そっか、こんなにビルの感じ残ってたっけ。で、これはなんだ。あ、武器か、槍。あ、そうだ、いい武器手に入れたんですよ。戦闘になったら使おうと思ってたんだけど、不死鳥の槍っていう武器を、これ仮面の国で普通に店売りされてる武器なんだけど、これをね、仮面の国によって買ってきましたね。で、まあプレステ4版ではどうなってるかわかんないけど、プレステ3版の時はこれ最強の武器だったんですよ、店売りのくせに。まあレベル1ですでに攻撃力490あるしね。うん、これがあれば戦闘だいぶ楽になるんじゃないかな。これを持って登りましょう。なんか丁寧にこんなはしごとかはかけてあるんだな。ちょっとエミール自由だな。エミール楽しそうなんだよ、自由に飛び回りやがって。いいなあ。あ、洞窟みたいなん入ったら、ああ、神殿の中来たね。うん、中に来ましたよ。じゃあもうこっから先は前に来た時と結局ルートは同じなのかな。じゃあこれはもうそうだな、上に着くまで大幅カットになりそうだな。ちょっと試し切りしてえな。デカめの魔物いないかな。いたいたいた。じゃあね、どういうコンボで攻撃するのが強いんだっけ。なんか細かくは覚えてないんだよな。まあ適当に。カイネの魔法がめちゃくちゃ押す、攻撃したいのに槍で。いや、もうこの辺もだいぶ敵強くなったな。少年編の時の武器じゃ厳しいでしょ、この辺も。いや、でもなんかこの辺仕掛け変わってんだよな。前はスッと扉入れたのに箱を押さなきゃいけなくなってんだよ。これ誰がやったんだよ。まあ、たやすいもんだけど、あれはあのヨナをさらった魔王がやったのかな、ちまちま。通りにくくしとこうって、しょっぱいことしやがって。カイネ、エミール、今度から俺も野宿するよ。なぜですか。お前らだけ村に入れないなんて、やっぱりどう考えてもおかしい、不自然だ。抗議運動というわけですね。やめておけ。けどこのままじゃ俺の気持ちが。では、その気持ちだけありがたくいただいておきます。ん、これなんだ。エミール、この大事な時期に慣れない野宿で体調を崩したら大変ですから。みんな優しいんだよな。それに僕、カイネさんと二人きりでする野宿、これ箱引きずった後だよな、これ多分。そういうことだ、邪魔するな。みんなの関係性がよくわかる会話だな。ニーアンチなんて別に村からちょっと離れてんだから良さそうだけどね。ニーアンチで寝泊まりするぐらい。あんなポツンと一軒家なのに、あそこで寝るぐらいいいでしょ。で、なんかそう、さっきからそう、箱を引きずった跡みたいなのが床にあるのが気になってて、これ別に俺覚えてるわけじゃないからね。なんとなくでやってるんだけど、その通りに箱を動かしたら進めるって感じ。でも前来た時のルートと違うんだよな。なんかアイテムあったりするかな。青年編でしか拾えない、そういう感じでは別にないのかな。あれ、なんか道わかんなくなってきちゃった。
もうあっち行っちゃっていいのかな。ここ飛んでけば、この神殿の入り口のとこに来れたね。こいつら倒したら中入れるかな。無視して行っちゃダメかな。あの扉入れないようになってんな。で片付けたらなんか落ちてんな。うん、両手剣の110のやつ。よし、じゃあ2回目ん時もボス戦とかあんだったっけ。一応セーブはしとこうかな。まあこっちには最強の槍があるので、ああ敵がいてもサクッと終わらせてやろう。でこの先に魔王の根城があるって。あ、そっか、こいつと戦うのか。もう一回鎧が破れて泣いてるみたいになってる。うわ、何ですか、いっぱい出てきた。なんかシロを仲間にした時にもいたやつだよね。おびき寄せろ。あ、本当だ、勝手に日が当たるとこに来んじゃん、ちっちゃい魔物。たやすいもんだね。あの石像がボスだ、皆を操ってるぞ。あのバリアまたやるのかよ。最初に来た時もやってたよな、あのバリア。バリアが溶けた時にでかい攻撃食らわしてやりたいので、素早くやんないと、あの槍で刺しまくるやつ全部入んないな。ザコ、次から次へと湧き出てきやがって。いけ、光の元へ誘い込むのだ。よし、お、来た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 。結局ザコ無視して本体殴りまくっちゃった。すごいパワープレイした。ザコの相手はあの回転刃に任せといて、お、あのクソデカ魔法を弾いた。お、いい連携見せるね君たち。やったか。やってないパターンだ。なんでやったかとか言っちゃうんだよ。なんかこの鎧が割れて泣いてる感じになってんのがいいね。もともとこうじゃなかったよね。パターン変わる。おい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 、ちょっと待て、危ねえ。これいつこっちのターンになんだよ。魔法弾で撃ってなきゃダメか。全然こっちのターンになんねえ。あ、やっと終わった。よし、ここで決める。強えな不死鳥の槍。あっという間に削るな、こっちのターンになったら。え、お、一個だけ。え、カイネ。あ、こんなんあったっけ。普通に驚いちゃった、やったことあんのに。こんな即死確定攻撃だったっけ。攻撃っていうか、もう今の事故みたいな感じだったけど。ちょっと待って、こいつ早く片付けないといけないんだな。いや、あれ強いな。でもちょっと硬かったな、不死鳥の槍を持ってしても。カイネがやばい状況でちょっとやきもきさせようとする演出だな。硬くして。いや、しかし魔物って当たり前に見てたけど血出んだな普通に。なんか喋ってんね。あー、なんだろうな、魔物にも自我があるタイプとそうでないタイプがあるんだよな。今傷の手当てを。だよな、多分。この傷は今のやつは自我がありそうだったよね。いや、ほんでカイネ、せっかく蘇らせたのに石の状態から。え、なんだこれは。
まあ普通の人間じゃないもんな。カイネさん、カイネさん。簡単に死なないことぐらいは覚えてるけど、これもしかして戦う？戦うな。カイネの肉体が傷つけられて、魔物の方が表に出てきちゃったみたいな、そういう感じなのかな。体の所有権的に向こう優位になったというか。これって何？殴れる？いや、なんか壁に張り付いてるのうっとうしいな。うまく殴れない。飛べば殴れる？いや、なんかちゃんと当たってない感あるな。あ、今チャンスだ。しゃあ、やれやれ。あ、これで終わりか。いや、強いな。ちょっと武器が強すぎるかもしれない。大丈夫か？これ傷塞がったの？カイネさん、カイネさん、傷塞がったのか。一度魔物に乗っ取られたから傷が塞がったの？カイネ、私は力を抑えることができなかった。いやー、でも助かってよかった。もうお前たちとずっと一緒にいますよ。僕はまた魔物化したら今みたいに止めます。何度だって何度だって止めます。何度だってカイネさんに戻ってきてもらいます。カイネに懐きすぎだろ。カイネさんがいるからノジコも本当に楽しかったんです。カイネさんが褒めてくれるからこんな姿でも生きていられるんです。この二人は本当に仲良しだな。カイネさんといれば強くなれるんです。頼ってばかりの僕だけどカイネさんの仲間なんです。勝手に去らないでください。泣くな、エミール。ありがとう。もう大丈夫だ。大丈夫なんだな、傷自体は。カイネも超人だな。あそこは。ニーヤが一番普通なんだよな。他のメンバーが普通じゃなさすぎるもの。なんかカイネとエミールのなんか絆を強調する感じの会話が多かったね、この神殿では。あ、てかもう月の涙つけてんだな。あ、さっきのムービーの時気づかんかった。このカイネが頭につけてる花、ニーヤが渡したやつだよね、月の涙。そっか、あれ渡した後からもうついてたのか、頭に。全然気づいてなかった。ほんでこれは何？ああー、そんなあったっけ。謎の石片を手に入れた。今度はこれを集める感じだっけ。これはなんだ。で、結局この先通れなさそうなんだよね、封印されてて。さあ、読めないな。封印されてるし、鉄格子みたいなのもある。なんか奥エレベーターみたいになってない？違うかな。使えぬやつだ。ポポルにでも聞いてみろ。ああ、ルーポポ。あ、この先に進めないみたいな話はしないんだ。なんかまだね、封印の壁が残ってそうな感じだったけど。暗号。暗号。なんとかなりそうか。これは魔王の城への封印を解く鍵みたい。ああ、これを集めればあの先に行けるっていう理屈か。ちょっとこれを見てもらえる？なんですかそれは。ニエ、機械の断り。記憶する気、石の守護神、中世のケルベロス。石の守護神がさっき倒したやつのことを指してんのかな。ま、記憶する気は分かりやすいよね。え、またなんかサウンドノベルあったっけ。まあ、また行くことになりそうだな、神話の森も。あと機械の断りはロボット山か。分かる範囲の言葉を書いてみたの。はい。手に入ったのは石の守護神という部分の石片。うん。
石の神殿にあったことを考えると、ここの石片の言葉に何か意味があると思う。あと4つの石片がはまりそうな場所があるんだけれど、煮え、機械の断り、記憶する木、中世のケルベロス。あと4箇所回らなきゃいけないのか。このうち機械の断りは多分ロボット山を示していて、ロボット山と神話の森は記憶する木、わかりやすいね。は神話の森かしら。他の2つは、あとの2つ、煮え、中世のケルベロスは何のことを言っているのかわからないわ。まあとりあえず後回しかな。なるほどな。ん？何がなるほどなんだよ。各地点のでかい魔物を倒して順番に言葉を埋めていけばいいわけだ。ああ、魔物が石片を守ってるって考えてんのか、ニーヤは。手当たり次第に殺していく。魔物絶対殺すマンになっちゃったからね。魔王の元に行くためだ。それに相手は魔物、構わないだろう。けど危ないわ。さらわれたヨナの方が危険だ。ああ、そうだな。でもヨナちゃんは生きてる。絶対に生きてる。とりあえずロボット山と神話の森に行ってみます。これはどっちから行ってもいいのか。わかった、気をつけてね。好きな方から攻略してねって感じ。あんまり無理をしないでね。任せろ。カイネさんとエミール君のことなんだけど。どうした？お前らが迫害した二人がなんだって。本当は町の人も感謝しているの。まあそうなの。ただ態度や主張をすぐに変えられる人は少ないよ。別にあんな離れのニーヤの家に泊まるぐらいはいいでしょ。じゃあ本当に時間をちょうだい。私も努力してみるから。はい。まあ二人は許してくれてるけどね、野宿を。うん、じゃあ、あれ、こんなとこに子供たちいたっけ。こんにちは。ねえねえ、お兄ちゃん、どうしてお父さんに会っちゃダメなの。え、お兄ちゃん、あ、いろいろ迷惑かけてごめんなさい。ごめんごめん、これ俺が動画撮ってない時に勝手にやったクエストの話だ。サブクエストの話。まあ今回も冒頭に、なんだろうな、冒頭で暗い人が多くてポジティブな話をしてる人が少ないって話したけど、この子たちも生活が苦しくて、なんか父親に命令されて盗みをやらされてたんだよね。まあそのぐらい生活が苦しい人が増えているっていう、そういう描写のクエストだったんだけど、そっか、この図書館で預かることになったのかな、子供たちは。その後のことは描写されてなかったけど。あ、ほんでここで選ぶのか。さてどうする？ロボット山に行ってみる、神話の森に行ってみる。これロボット山の方がいいな。武器強化したいもん。あの少年編終わって青年編になってから、最初はねロボット山行っても確か武器の強化できなかったと思うんだよね。でこのタイミングでロボット山行けば、ポポルさんが武器の強化鍵がありそうだと言ってた、できるようになったんじゃなかったっけ。あの兄弟に聞けば何か情報を得られるかもしれぬな。うん、あの髪の毛ツヤツヤ兄弟ね。そうだな、あの二人どこに行こう。じゃあ石の神殿で手に入れたあの石片を集めるっていうのが目標になったね。行ってくるよ。はらはら、元気に走り回る。変わってないな。そっとしておいてやるべき。じゃあロボット山はそっちの門からだね。まあちょっとまた新しくクエストを出してる人とかもいるんだろうな。これはまた後で俺が勝手に見とこう。ロボット山に来るのも5年ぶりなのかな、ニーヤは。で、あの兄弟が5年でどう変わってるかっていうところも多分あると思うけど、どうなってんだったかな。ん？ああ、なんかロード長えと思ったらムービーか。これだけあっても使える機械はほんの一部さ。
見て見て、こっちはまるで新品だ。これまた5年前だな。改装だ。足元に気をつけて。2人とも変わってないもんね。特に弟。大丈夫。ん？あ、あー。まずい。え？あ、やったわ。うわ。そっか、そうだったっけ。もしかしてお兄ちゃんは？まあそうなるわな。弟の過失で。お兄ちゃん、やだ、お兄ちゃん、お兄ちゃん。これ強く引っ張りすぎて腕ちぎれちゃったんだよな、確か。やだ。うん、描写はそこまで細かくないけど、直接は。あー、 P33。 うんうんうん、いたわそんな機械。弟これ機械を逆恨みしてんだったっけ。ロボット山か。あの兄弟に話を聞いてちょっとこれ先に言っちゃったけど、知っておるかもしれないしな。でも完全にそういう目してたもんね。自分の過失だったんだと思うけど、今の感じだと弟の過失でね、上のやつ落ちてきてたもんね。あの魔物の仕業だと思ってんじゃないのか。ちょっとセーブしますね。こんにちは。お兄ちゃん元気にしてる？やあ、弟さん。いらっしゃい。弟の方か。久しぶりだな。うん、でかくなったね。あの時はニーヤよりも年下、ニーヤより年下でヨナより年上ぐらいだったと思うけど。兄さんは元気か。うん。ん？実は4年前に事故で。4年前か。ってことはあの5年前から1年後か。今ただの算数の話しちゃったけど。ってことはあって。そうであったか。悪いことを聞いたな。うん、あれが4年前、今の回想シーンが。いいんです、ちょっと聞きたいことがある。あの事故の後は一人で暮らしてんだね、彼は。何ですか。この辺りで魔物の話を聞いたことはないか。しかも普通のやつじゃなく、巨大だったり強力な魔物なんだけど。そういうのが出たとは聞いていませんね。あれ、よく見たら義手になってる。片腕、弟くん左腕。あれ、今の回想でそんな描写あったっけ。左腕失ったのはまた別の僕は話か。ロボットを倒すことだけが生きがいですから。自分で作ったのかな、その義手。あれ、やっぱロボット逆恨みしてるわ。逆恨みですね。そうか、ならいい。それじゃあな。あのロボットが兄ちゃんを殺したんだって思ってんだろうな。あ、ちょっと待ってください。はいはい。なんだ。実は強力な武器を手に入れたんです。ん？あなたなら扱えると思うんですけど。両手剣撤回、かっけー。しかし見たところ壊れておるようだが。ええ、刃の部分が随分傷んでいるので、そのままでは威力は発揮できないんです。直せるのか。はい、素材さえあれば。うん、普通にもうお兄ちゃんいなくなってるけど、弟が、弟さんがなら素材を取ってくるよ。武器の強化とかはしてくれるんだよね。よかった。捨ててしまうにはもったいなくて、必要な素材は形状記憶合金です、うん、地下2階にいる大型の敵からしか取れないので気をつけてくださいね。なんかこの弟くんの声のちょっと影がある感じ、すごくいいな。なんか雰囲気出てんな。あと、こちらが地下2階に行くためのパスコードです。エレベーターで使用してください。年相応のやや幼い声なんだけど、ちょっと影がある感じ、なんかいいですね。で、ああ、地下2階、今までよりもさらに深く潜れるようになったと。分かった。
で、必要な素材は地下2階にいる。わかった。ところで、本日はどうも。よかった、今できんのか。なんだ、その形状記憶合金の用事済ましてからじゃないと強化できないのかと思ったわ。で、多分だけど、どうだろう、いけるかな。ああ、いけるいける、不調の槍。強化。もともと強いのにさらに強化できちゃうのよ。そんなに難しくないんだよな、また素材が。強化素材が。最初はね。で、次もいけんじゃん。なんか、ぬるく、ゲームがぬるくなりすぎて逆に文句言われないかな。もっと苦しめって思われないかな。いや、でも強くなれるんだったらなるよな。不死鳥の槍強化しちゃおう。レベル3で。ごめん、最後までいける？最後まで行くと思わなかったな。ある程度行くとは思ったけど。レベル4になっちゃった。このゲームの武器の強化はレベル4がマックスで。ありがとうございます。また来てくださいね。不死鳥の槍。レベル4にしちゃったらもう他の武器を強化する意味ないんじゃないかな。マジで。そのぐらいプレステ3版では強かったんだよね。ただまあ、他の武器を強化する意味があるとすれば、これ言ってなかったけど、強化するごとに、ウェポンストーリーっていうのを読めるんですよね。武器に刻まれてる物語というか、この武器が歩んできた歴史というか、まあ、そういうのを武器を強化するごとに読めるんだけど、例えばそうね、不死鳥の槍最後まで強化できたけど、とある辺境の国に死をも恐れぬ戦士がいた。戦士の屈強な体は弓などでは射抜けぬと思えるほどに頑丈だった。そのため戦士は常に戦場の真っ只中に身を置いていた。屈強な戦士の話ね。で、レベル2。ある時戦士の夢に美しい小鳥が現れた。小鳥はその勇猛な戦いを褒めたたえ、戦が終結し平和な世界となることが、不老不死の体はどちらかの願いを叶えようと囁いた。戦士は不老不死の体を欲した。不老不死の体で永遠に戦い続けたいとか思ったのかな。平和な世界は望まなかったんだもんね。で、3番目。それからの戦士の戦いぶりは目を見張るものであった。敵を草を刈るように、なぎ倒し、いくら弓を撃たれても、いくら太刀を浴びても、平然と敵の真っ只中を切り開いていくのだ。王は戦士に数々の称号と褒美を与え、戦士の輝かしい栄光の日々は永遠に続くかと思われた。最後。けれど戦は終わることなく、辺境の国はやがて滅び、戦火は拡大し、辺り一帯は荒廃した。草木は枯れ、人々は死に絶え、やがて戦士を知る者はいなくなった。いくら飢えようとも死なぬ体で戦士は再び美しい小鳥の夢を見る。戦士は死にたいと小鳥に懇願したが、小鳥は死ねないと答えた。戦士は未来永劫死ぬことはないと。これなんて書いてある？ちょっと字がちっちゃくて読めないね。っていう。人によってはだからなんだって思うかもしれないけど、こういうなんかちょっとしたこの武器にまつわる物語を見れるんですね。戦い続けることを求めた戦士。でも戦争し続けたことによって、もう戦争する体力もなくなっちゃったんだね。もう、戦士以外は。なるほどな。っていう、まあ、ウェポンストーリーっていうのがあるよっていう紹介だけしておきますね。というわけで、武器の強化ができるようになったとこで一旦今回は終わりにしようかな。で、次回はロボット山に再び潜りましょう。で、エミールの動き自由だな。はい。じゃあ、また次回よろしくお願いします。石片を集めることが目標になりましたね。ありがとうございました。